まず、ここですわ。あれいるでしょ、あいつ。あいつをね、ねってこの辺でね、いるんですよ。パシュッとな。そうすると、ほら、もだいてね、武空術使いよるんですよ、あいつ。ほら、わかりますかね、武空術。ファイユー。あ、ちょっともうちょっと、この辺かな。ファイユー。ほら、ちょっと、難しくなったな。ファイユー。これでどうだ、惜しい。もっとこっち来るんですよ。ほら、微妙だな。はい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 、乗ったうち乗ったうちでね。ほらーつって、ここはさらに気持ち悪い現象が起きまして、あいつね、あいつの足の下まで行くとね、一応俺のことを追いかけてくるんですよ、あの空中を。なんかもうだから、この Z 軸が合ってない感じで俺のことを追ってきて、建物の中まで壁貫通して追ってくるんですよね。ちょっとそれ後でお見せしましょう。まずあそこでこう、今後でその真下まで行きますから。で、あともう一個ちょっとね、発見したのが、上にいっぱいおるんです、あいつら。うわーって。いっぱい張り付いてるんですよ。気持ち悪い。で、あそこにちょっとそのね、親玉みたいなのがいて、あいつにね、当てると魔法放ってくるんですよね。もっと上か。ないか。もうちょい。あー、つって、怒ってこっちに魔法放ってくるんですよ。ほら。ビギャーっつって。で、ここは届かないんだよな。うん、途中で消えちゃうんですよね。で、まあそんなことして遊んでたんですよ。で、あとやっぱ、まあ結局あっちの扉を開けるところがどっかであるんだろうと。この先ね、進めると。っていう結論で、もうぐらーっともう全部もう一回一通り回って、もう叩けそうなとこ全部叩いてきたんですけど。はい、そんな1時間を過ごしていました。で、あともう一個ね。ちょっと降りるわ。いやー悔しいな。ちょっとまだね、100% データが失われたっていうことではないと。もしかしたら、なんかの表紙に直ったら、そのデータ、ね、吸い出して。もうちょっと怖くてこの SSD は使えないですけど、なんとかデータサルベージできたら、僕の今の解説動画はなかったことになると思うんですよ。どうだろうな。ちょっと今のところ、今までの私の、まあ、乏しいパソコンの経験上、まあ、ダメだろうなって感じですね。だって電源入んねんだもん。認識全然しねえんだもん。はい、で、ここですね。ここで、ちょっと取り忘れてたのか何なのか分かんないですけど、ここに、この方の衣装が、はい、あったので、それを拾いました。でね、結構いい頭だったんですよ。これ。結構似合うでしょ、これ。で、あとこの上着とかもね、全部あって、そのフル装備して、行ったら、あいつら俺のことをね、偉い人だと思って、なんか、こちらへどうぞみたいなことになるんじゃないかっつって。あー、まあ、あとこの辺も全部殴ったな。でも、そんなことはなく、全然攻撃されました。はい。思いっきり。ちなみにこれの説明を、これの説明を読むとですね、3人いるらしいんですよ、その大主教というのが。深みの大主教。はい、あ。まあ、そいつらに、と、そのエルドリッチだっけが一緒にいるのかどうかわかんないんですけどね。あと、なんか壁のね、いろんな壁のとこを、なんかドロドロのなんか、よく見ると、なんかドロドロが動いてるところとか発見したんですよね。で、その、この、今ね、この壁を貫通してきますから、あいつ。あの気持ち悪いやつ。ほら、もう武空術使ってるじゃないですか、もう。ほら。完全に浮いてるんですよ。これ、気づいてこっち来るんですよ、ほら。完全に空中ですね、これ。これがなんか仕様なのか、バグなのかちょっとわかんないんですけど、これね、ただ壁貫通してくるんで、まあ、ちょっと仕様ではないかなって気がしますね。来るんですよ、こう。ね、どこまでも来るんですよ。今ね、その壁貫通してきますから、彼は。おいで。あら、止まっちゃったかな。止まっちゃったかな。あそこ隙間から見えてますね。ああ、当たった。あー、ちょ、ほら、壁貫通です、壁貫通。あれ？前回はね、そこ突き抜けてきたんだけどな。もうちょっと座標下だったのかな。今回ちょっと、壁に当たっちゃってますね、これね。これもう一発で死ぬだろ、これ。死んじゃいました。前回はもう完全にこっちまで貫通し抜けてきて、ここまで来て、この空中まで来たんですけど、あまりにも気持ち悪かったんで、この辺でちょっと言い落として、はい、やっつけました。で、あともう一個したら、まあ、これ大したことないっちゃ大したことないんですけど、どうしてもパッチに会いたくて、ね、あっち側の扉の外に、どうにか、たどり着けないかと思ってね。まず、右側からね、ぐるっと行けないかっつって。まあ、こっちも行けないんですよ。で、下から行くルートあるんですけど、それも、やっぱりあっち側には、たどり着かなくてですね。で、こっち側のね、ここ、まあ、そこの中2回も行ったけど、あれだ！あれだ、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 死ぬ死ぬ。あれ？回復できねえじゃん、これ。やめて、それ。こっちでね、面白いと思うんですけど。
最初、まあ結果的に何にも面白くないんですけど、この床見てください、床動いてんですよ、これわかりますかね。タイルめくれてるところが動いてんですよ、ゆっくり。これを見つけてしまいましてですね、うわこれ建物生きとるやんみたいな、この建物全体がボスなんじゃねえのかみたいな、そんな話をして、さらにそっちにね飛び移れるんですよ、この屋根で。なんでそこ飛び移れるかっていうのに気づいたかっていうと、あのね、あ、こっから見えないかな、あの影にね一体へばりついてるんですよ、壁に。ちょうどこの先なんですけど、あ、今あの一本だけこの毛が見えてますけど、あそこにいるってこと、何、誰を襲うためにあいつはあそこにいるんだって話になって、そしたらそこの段に行けるはずだと、行くためにはこっからしか行きようがないんじゃないかっつって、ここ隙間あるんですけどね、これジャンプで行けんだろっつって、ひょっと行けたんですよ。で、来た来た来たって、もうテンションここフルマックスですよ、ここは。で、これまたちょっと新しいこれエリア開けたな、これっつって、結果なんもなかったですよ。なんもないぞ、ここ。この影なんだ、あれ、この影なんだ、ん、あ、消えた、今不穏な影があった、あそこに板へばりついてるんですよ。こいつを見つけ、あれ、見つけたがゆえにちょっと、あ、届かない、あ、あ、ここに来れることは分かったんですけど、結果何もなかったっていうね、というあとそっちもね、ぐらーっと回ってね、あれやこれや見てきたんですけど、まあ、なんもないっすわ。もう、もはや。ああ、そうだ、あとそこに、そこにも、なんか拾いましょう、なんか、しょうもないもん。はい、普通に、あの、なんか、信者と、あのね、お母さんがいるだけです、これ。信者4人ぐらいだかな。そこね。そこ完全に見落としましたね。あ、こっちから見るとすごいぶら下がってんだね、君は。まあ、ほっとこう。で、残りの1時間何やってたかっていうと、まあ、いろいろやってたんですけど。まずあのバリスタを止めたいっつって言ったんですよ。まあ、こっから話した方がいいか。これもまたちょっといろいろあったんですよ。結果まずね、バリスタ止めました、一回止めたんですけど、もう一回起動したんですよ。なんで今動いてます。もうちょっとね、話せば若干長くなるんですけど、まあ、今再現っていうか、まあ、どうせ一回もう一回止めたいんで、行くんですけど、まず行くまでの道中にいろいろありまして。ほいで、まあ、ここの隠し扉を前回見つけたと思うんですけど、まず隠し扉がね、もう、何個か、あったので、あ、まず先にね、ちょっと順番前後しますが、ここの正面、今ここ開いちゃってます。ここ壁だったんですよ、もともと。これ開きました。開いて、はい、ここに、なんと、クラーナの書なるものが。いっぱい来たー、よいしょ。あ、ちなみに剣もね、石が結構溜まって、プラス6になってますわ。こっちは2のまんまです。はい、あ、で、ちょっと後で説明しますが、これ取りました。はい、で、ここに、これですね、クラーナの呪術書っていうのがありまして、はい。これね、ここでもここの隠し扉をね、発見した時に俺のね、あの、鳥肌っぷりをぜひご覧いただきたかった。表情だけは撮れてるんで、もしかしたらその表情、この表情です。これね、あの前に向こうから見えてた宝なんですね、ここ。で、ここに壁があったんですけど、あのね、これより先にもう一個別の、隠し扉発見しまして、こういうね壁、幻の壁を発見しまして、でただあのあれこれ壁ってなんかもうね、パッとこう殴ったらもうすぐボワーンってなっちゃったんで、似たような柄の壁があったら、あ、こういう柄だったらもしかしたらあの幻の壁の、可能性あるよねっていうのを説明したくて、その似た壁を探していたんですよ。あのこう何回もこう往復ある理由があって、ちょっとここ何回も往復してたんですけど、道中にないかなと思って、そしたらちょうどあったんです。そうそう、こういうのをね、こう、あれーみたいな、これも買えよみたいな。そして中入ったらだったというね、そういうシーンがあったんですが、残念ながら、もうないです。でもう一個の壁っていう、あの幻の壁があったっていうのがね、デメキン部隊いるじゃないですか、下に、あの石化の。あいつらの横に、ま、ここなんですけどね、あ、もう一個さっきか、そこ今空いてるじゃないですか。ここもなぁ、もう本当にわかんなくて、何回もこの辺の、
このもう一個上とここと下と、ええって言いながら何回もうろうろしてたんですけど、まあ、結果ね、ここに宝箱、あ、これ何あったんだっけな、この宝箱何入ってたかちょっと覚えてないですけど、あとここ、この下から見えてたんですよね。はい。これどうやって上がるんだよ、つって。でね、多分ですけど、壁が二重になってたんですね。まずここに、あんまり木の根っことか全然、ないような、綺麗なこういうレンガの壁がここにあって、で、さらにもう一枚ここに壁があったんですよ。二重に。はい。で、その下に、下のその出目金がいるあたりから、弓矢で、この壁をちょっと、なんかね、撃ったんですよ。どうやっていくんだよ、あれって。この精密の、これでね、こうやって見ながら、いや、これどっから登るんだつって、たまたまね、一本ぺって、ぺおって、行ってみたんですよね。したら、ボワーンつって、あーってなって、ほんで慌ててあっちの階段登ってきて、そっちの階段登ってきて、下からね、座標的にはこの辺だろうつって、で、そっちにいるネズミとか倒して、見たんだけど、あれあれどこが開いたんだみたいな、ことになりまして。つって、あれ高さ合ってないのかつって、もう一個上行ったりして。で、結果、この辺をなんとなく殴っていったら、ボワーンつって、うわーみたいな。その時の表示はこちらです。はい。ということで。まあそんなことがあり。で、ここ何回もここ往復したって話したんですけど、なんでかっていうと、まあこの先にあるバリスタを止めに行くっていうのプラス、ここです。こちらです。はい。ここにね、お宝が2つあったんですわ。この先と、この中間地点ぐらいと、あっちの壁沿いに1個ずつあって、はい。それをね、取ったんです。で、それ取るために、なんと、ちょっと発艦、呪術を使いまして、はい。あ、ちなみに呪術のあれ、プラス3まで上げまして、まあ、ちょっと多分ね、攻撃には、今のところ使う気はないんですけど、まあ、発艦を使って、ギリギリ、2つとも。まあ、ただ、5、6回トライしましたかね。トータルで。で、取ったアイテムがね、こっちが残り火だったと思うんですけど、こっちなんだっけ覚えてねえわ。なんか取りました。はい。で、それね、何回も、それを取るために往復したのと、あ、そうだ。ちょっと一個、さっきのクラーナのところ、一個説明忘れたな。なんかこのクラーナの呪術書がね、あれなんですよ。なんか女性の師匠からしか教えてもらえないらしいんです。女性の呪術師の呪術の師に渡すことでクラーナの呪術を学べるようになるってことで、どっかにいると思うんですよ、女性が。女性のパイロマンサーがね。ほいで、あ、これなんだっけ、これ。ここもなんか後で行くんだろうな。それでね。で、それが あった場所にちょっと一回戻りますね。この、ここね、ここであって、この下、下もね、これ、一回なんかね、上の落とし穴かなんかから、落とし穴、ただの穴ですけど、落ちたことがあったと思うんですけど、この先に2つお宝があるんですよ。で、これね、あっちのアイテム取るのにね、炊き合わせ使って、取ったんですけど、ギリだったんですよ。多分ね、今そこにある、それはギリ取れると思うんですよね。やってみっか。どうせこのソウル別にいらないし。ちょっとね、火力耐性がなるべく強めの防具とかにも付け替えてやってたんですけど、今ちょっとめんどくさいんで。ちょっとこれで、まあちょっと失敗するかもしれませんが、ちょっとやれるだけやってみますか。なんか精輪使っ、左手に精輪つけて、リジェンでかけつつとかやったんですけど。おっ。ああ、猛毒のなんとか。デスアイ、デスアイ、デスアイ。ね、ここがギリなんですよ。とてもじゃないけど、向こうまでたどり着けないと思うんです。
はい。それで、多分ですけど、そのクラーナの呪術の中に超激しい発汗みたいなのがあるんじゃねえかと、はい、だからそれ教わってからじゃないとあの宝取れねえんじゃねえかなということでとりあえずやめたんですよ。で今取ったなんだっけ、毒斬り、猛毒の斬りか、毒斬りじゃなく猛毒、あそうだこれも取ったんだ、そういえば、あこれだわ、あの左側の壁沿いにあったやつ、敵のうちに火を育て一気に発火させる、はあ、あとね、デーモンの王様いたじゃないですか、あの、ローだか、ローだかコーだか忘れましたけど、ローか、ロー、あいつに2回ぐらい挑んだんですけど、勝てないですね。ヒットポイントまだ半分も削れてないかな。なんか途中で炎ブーストするところまでは見ました。ヒットポイント半分、全然もう3分の1減らしたぐらいで、あ間違った、あ、まあ、せっかくだからソウル回収ですか。めっちゃ追ってきてる、あっつんぷね、あもしかしてこっから行って取るのか、なんか死んだ今思ったけど、あっ、あれ逆か、あっちか。全然違った。あもうなんかこの解説するのにもう30分かかってるやん。一応回収、さあほいで、ね、あまあちょっとここ行くか、まあちょっと黒木さんを、この人ね残り火同期します、だからちょっともし最悪この人で残り火マラソンみたいなことが発生するかも。でね、あの骸骨シャリンがね3体いるんですけど、あれあそこをまあ倒したんですけど、特に何もないですよね、あそこ。で、その先にスケさんが2体行って、それ先に、なんかあの、めっちゃ強いあの、ショーテル二刀流骸骨的なやつがいるんですけど、フードかぶった。あいつらちょっと強すぎて、で、1回倒したんですけど、もう1体に殺されたりして、もうやってらんねえわ、これ、っつって、結局もうね、ここもうガチスルーで、スルーでそのバリスタを止めちゃうっていう、そこね、そこにローリング3人いますが、特に何もないです、そこ。もしかしたらね、あのドロップするかもしれませんけどね、あの盾、車輪の盾。この人たちはもうスルーです、鬼畜すぎるの。はい、で、これあーちっと、このバリスタ、これね、これ今動いてますけど、よっこらせってやると、この間無敵なんですよ、実は。あ、攻撃されない。OK、止まりました、これ止まりました。で、ニッケライっつって。うわ、来るか。ちょっと待って。これ、ほんと、キチキなんですよ、この人。これ、こんなんですわ、これ。これね、これが、ま、止まったんですけど、一体誰が動かしてたのと。はい。で、こうやって、あの、巨人のね、遺体的なものがいっぱいありますけど、いや今の今まで動いてたのこれな、誰が動かしてたんやという、はい、感じですよね。で、こっから降りれます。はい。ここは降りれますが、道中、特になんもないです。で、降りたところにちょうどあの、兄さんがおかしくなってしまった。あの、入り口があって、でもしかしたら姉さんがね、あの、来てるんじゃねえかと思って、行ってみたんですけど、まあ来てませんでした。僕犯人してますよ、とか言いながら。はい、で、これでまあバリスタ止まったんで、いろいろこの辺見落としないかなーってうろうろしたんですよ。そしたら結果、やっぱ一個ありまして、見落としというかですね、あの、見てはいたんだけど、あの気づいてなかったっていうのが一個ありまして、それがさっきお見せした、あの、指輪なんですけど、あ、これ壁復活するんだ。この壁、これバリスタで壊れるんですよね。前回多分あの上の方で
はい、壊れたと思うんですけど。でね、そこに、あ、あの隙間に遺体あるでしょ、遺体。で、そこにお宝があったんですよ。はい。で、それを発見してしまいました。あれ、これもしかしてバリスタでこれ俺ここだよ、つってズドーンって言ってもらえたら、これぶっ壊れて取れんじゃねえか、つってしたら案の定そうだったんで、一回止めたんですけど、もう一回起動させに行って、これでさっきまで動いてたってことです。はい。で、今また止めました。ちなみに、もうあの、あそこのそのサンドワームはもう一回倒したのでいません。はい。で、そんなこんなをやってて、まあ、1時間ぐらいかな。あ、違う。で、あと2回ぐらい、そこのかがり火から、そこのね、ボス、倒せないかなーつって、何度か挑んでて、全然勝てねえわいと。いうのが、その、失われた2時間でございました。という説明に40分かかりました。はぁ、疲れる。はい、ということで、ちょっと怖いんで、一回止めます。怖い怖い。データ退避。